口をあんあん。おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん。おいしいおいしい、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 楽しいな。今日はカップケーキトナカイを作るよ。まずはボウルにホットケーキミックス、牛乳、卵1個を入れて混ぜるよ。ダマが残らないようによく混ぜてね。カップの半分くらいまで生地を注ぐよ。180度に予熱したオーブンで15分くらい焼いたら、スティック型のお菓子を短く折って、カップケーキに刺してトナカイさんの角をつけていくよ。コーンフレークでお耳をつけて、黒いチョコペンでまん丸お目々を描いて、赤いチョコペンで真っ赤なお花を描いたら、カップケーキトナカイの出来上がり。さあ召し上がれ。作るよ。まずはじゃがいもの皮をピーラーで剥いて厚めに切っておくよ。ツリーに飾るお星様を型抜きするよ。ビニール袋に鶏もも肉にお酒、お醤油、おろし生姜を入れて揉み込んだら、しばらくなじませておくよ。片栗粉、薄力粉を加えてよくまぶしておくよ。油にお星様のじゃがいもを入れて、きつね色になるまで揚げていくよ。次は味付けした鶏もも肉を揚げていくよ。色になったら取り出して、お皿に唐揚げとブロッコリーを積み上げてツリーにするよ。ミニトマトとお星様のじゃがいもをトッピングしたら、クリスマス唐揚げツリーの出来上がり。さあ召し上がれ。作るよ。まずはスライスチーズをお星様の形にくり抜いていくよ。茹でた人参もお星様の形に抜いたら、残りは細かく刻んでおくよ。ミニトマトは小さく切って、
茹でたブロッコリーは細かく刻んでおいてね。ハムの上下をカットしたら、リボンの形にしてカットした部分を巻いて、ようじで留めておくよ。ボウルにご飯、人参、ブロッコリーを入れてよく混ぜたら、ご飯をリースのように盛り付けて、真ん中にカレーを注いでね。リースの上に人参、チーズ、ミニトマトをトッピングして、ハムのリボンで飾り付けしたら、クリスマスリース風カレーの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしい。雪だるまを作るよ。まずは茹でたじゃがいもをフォークで潰して、牛乳を少しずつ加えながら滑らかにしていくよ。ミニトマトは頭の部分をカットしておくよ。丸めたマッシュポテトのお顔をのせたら、トマトの帽子とポンポンものせて、黒ごまのお目目とケチャップのほっぺをつけるよ。マッシュポテトはラップをねじって丸く握っておいてね。マッシュポテトを2つ重ねて雪だるまにしたら、黒ごまのお目目と人参のお花と帽子、ブロッコリーのお手手、ケチャップのボタンをつけたら、ミニトマトサンタと雪だるまの出来上がり。さあ召し上がれ。シュドノエルを作るよ。まずはじゃがいもの皮をむいて小さく切っておくよ。お鍋で柔らかくなるまで茹でたら、火から下ろしてじゃがいもを潰していくよ。マヨネーズ、ヨーグルト、お砂糖、お塩を入れて滑らかになるまで混ぜていくよ。半分に分けたら、人参、ブロッコリー、コーン、ハムを加えて混ぜておくよ。残りの半分はラップの上に平らに伸ばしたら、具を混ぜた方も乗せて手前から巻いて形を整えておくよ。表面をフォークでなぞって木目をつけて、カットした切り株を乗せて飾り付けをしたら、ポテトサラダブッシュドノエルの出来上がり。さあ
召し上がれ。